んだ。嬉しかったな。ねえ。え、私初対面、どんなだったなっちゃん。覚えてない。聞きたい。私、昔すぎて。なんか、みゆは、なんかね、悔し泣きしちゃってて。あ、泣いて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 、待って、それ私知らない。聞きたいです。私が初めて行った現場の時で、泣いてて。そう。たぶんね、どっかで話したことあるんだけど、え？そのアイカツスターズの多分本当にね、話数も一桁台の多分本当に最初の頃に風邪ひいちゃって、もうガラガラの声の状態で現場に行ったんだけど、本当はさ、そういうのってさ、事前にマネージャーさんに言って行くか行かないか決めるじゃない。だから本当は何も言わずに行っちゃいけなかったんだけど、その風邪をひいた時にマネージャーに報告するっていうことを知らなくて、そういう風にするんだよってマネージャーさんから言われてなかったから、そうだよね、そう知らなくて、いや気合だって思って現場に行って、で、あの人声出ないから、いやちょっと、じゃあちょっと今回は帰ってもらって来週収録しよっかみたいなことになった時に、私もなんかもうすごい子供だったから、わーって泣いちゃった話はね、あったね。そうなの、泣いてて。でもすごい、すごい熱い子だって熱い子だでもそうだよね、そのプロ意識がすごいね、やっぱその当時は多分まだ10代だったと思うんだけど、そうだね、15、6、そうだね、これが主役だぜって。いや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 、本当はダメですから。まあでもね、不慣れ、でも今私からするともう尊敬する先輩だから、なんかそういう一面があったっていうのを私初めて知って、私もほらだって2期からの登場だったからさ、アリアちゃんが、ミュータン、え、嘘、もしかしてその泣いたの初対面なの？うん。マジ？うん。マジ？うん。やだやだやだ、それが第一印象だった。うわ、悔し泣きして、悔し泣きしてた子。